はい、皆さんこんにちは。アルペンマウンテンズ石田店の岡野です。今回の動画内容は紅葉登山に挑戦です。本日は中央アルプスにある、木曽駒ヶ岳に登りながら紅葉登山をお送りいたします。ぜひご視聴くださいませ。アルペンアウトドアチャンネルです。はい、まずは持ち物チェックです。紅葉の時期は朝と昼の寒暖差が激しいです。ダウンやこういうフリースといった中間着を使用して寒さ対策をしましょう。日の長さも1日を通して短いです。計画的な登山が必要ですので注意して安全な登山を心がけましょう。今日はですね、紅葉の登山というところで、すごい、登山客が多いんですけれども、今から、バスとロープウェイを乗り継いで木曽駒ヶ岳に行きたいと思います。すごい今日はいい天気ですので、楽しんでいきたいと思います。では頑張っていきましょう。今バスに乗って白火平まで来ました。今からロープウェイに乗って、一気に2612メートルまで、千畳敷駅まで登っていきます。まだこの辺りはまだ紅葉はしてないですね。はい、千畳寺駅に到着しました。ただいまの気温は15度ですね。はい、駅を降りると登山ポストがあります。ここで登山届を出して、登山に臨みましょう。はい、千畳敷カールに到着しました。今からですね、木曽駒ヶ岳まで登っていきます。約1956メートルある、木曽駒ヶ岳ですね。次が登山道になりますので、ちょっと紅葉を楽しみながら、この登山を頑張っていきたいと思います。では行きましょう。楽しい。本日は天候がいいため登山客がすごく多いです。紅葉を楽しんでいる登山客で賑わってます。はい、登山開始から約10分が経ちました。これからですね、急な坂道に入っていきます。のっこしロードを目指すんですけど、ここから30分ぐらいかかります。はい、ここから先は登山の装備が必要になります。ちょっと道が険しくなりますので注意していきたいと思いますのでお願いします。はい、バックには八ヶ岳連峰、奥には富士山も見えます。はい、こちらの千畳敷カールは約2万年前に氷河が削られた地形として考えられてます。すごい迫力です。はい、こちらの千畳敷カールは登山道が
整備されてるんですけれども、高山植物を保護するためにこういうふうにロープが張られてますので、必ずロープの内側を歩くようにしましょう。はい、登山開始から30分が経ちました。のっこしの分岐が見えてきましたね。空は青いです。はい、こちら登山道がちょっと狭くなるので、登山者の方と譲り合いながら行きたいと思います。はい、のっこし浄土に到着しました。あちらが宝剣山荘ですね。でその奥が中岳になります。で中岳の奥が駒ヶ岳になります。宝剣山荘まではもうすぐそこなので、そこで休憩したいと思います。はい、宝剣山荘で休憩します。これですね、山泉ボトルすごいいいんですけど、あのお湯がすぐにこう止めるアイテムですね。すぐに温かいお湯がこういう風に出ます。はい、宝剣山荘からちょっと下ったところに松明があるんですけれど、前回来た時はこちらに8羽ぐらい、ライチョウを1ヶ月ほど前ですかね、来た時はライチョウ8羽ぐらいいました。中央アルプスで、数年ほど前からライチョウを復活させるプロジェクトが、始まっておりまして、いやライチョウ見たかったですけど、今日は天候が良すぎて、ライチョウ見れないですかね。はい、こちらが宝剣と、駒ヶ岳の分岐ですね。こちらが宝剣です。今日は結構多くの登山客が行ってますね。でこちらが駒ヶ岳です。はい、今からですね中岳を目指します。宝剣山荘から中岳までが約15分ぐらいで、中岳に到着します。木曽駒ヶ岳までの稜線歩きです。木曽駒ヶ岳は本当に初級者の方でも全然登りやすい山で、宝剣山荘もありますし、山荘がいくつかありますので、トイレの心配も全然なくて、水分もたくさん取れますので、本当に登りやすい山となってます。全行程がね、だいたい3時間ぐらいの行程になりますので、ぜひ初級者の方でもおすすめの山の一つですね。はい、こちら中岳山頂に着きました。次の駒ヶ岳までがこちらですね。ここから約15分ぐらいで、駒ヶ岳まで行きます。はい、一度ですね、下ってから、駒ヶ岳山頂を目指したいと思います。御嶽が綺麗に見えてますね。すごい眺めです。風もちょっと出てきたので、ちょっと上着を羽織りながら登りたいと思います。頂上山荘に到着しました。こちらテント場になってますね。あ、今日も、テントがいくつか張ってます。いや、夜は星空がすごい綺麗なところですね。景色最高です。はい、木曽駒ヶ岳山頂直下です。あともうちょっとですね、もうちょっとで山頂です。はい、木曽
こんばん、山頂に到着しました。いやー、素晴らしい天気です。なかなかこういう天気には恵まれないですね。はい、山頂からは御嶽山、こちらが、あ、槍穂も綺麗に見えますね。南アルプス、あ、今日は富士山も山頂から綺麗に見えます。はい、山頂を満喫しましたので今から下山したいと思います。一度また下って、山荘に行ってから中岳登るような形です。本日は10月の3日ですが、本当に登山客が多いですね。皆さん紅葉を見に来られてて、快晴でとてもいい日に、登られてる感じですね。すごい。今の時期、紅葉の時期のトレッキングなんですけれど、服装が本当に大事になってきます。寒暖差がとても激しいので、今はね、風がなくて、暖かいんですけど、夜になると5度以下になる場合もありますので、ダウンや、シェル、あとフリースなどもとても大事になってきますので、皆さん、服装は注意しながら、トレッキングを楽しみましょう。冒険山荘まで降りてきました。あとは乗っ越から、下るだけになります。ロペまでは、あと30分ほどでしょうか。今日は天候がいいので、冒険岳も登ってる方、多いですね。はい、乗っ越浄土から、下ります。こちらから見る、千畳敷カールの眺めもとてもいいですね。まだ人がたくさん、登ってきてますね。すごい人の数ですね。はい、間もなくロープウェイに到着します。いや、紅葉が綺麗ですね。はい、ロープウェイまで戻ってきました。木曽駒ヶ岳登山いかがだったでしょうか。本日は、天候にも恵まれて、紅葉もしっかり見れて、カールもすごくね、迫力があって、いい登山だったと思います。皆さんも登山するときは、トレッキングシューズ、バックパック、防寒着ですね、など、しっかり装備をした上で、登山を楽しんでいただければと思います。はい、また、どこかの山で会いましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。今回動画はいかがだったでしょうか。さらに詳しくアウトドア知識を知りたい方は、お近くのアルペンアウトドアーズマウンテンズ店舗にお越しくださいませ。知識豊富なスタッフがアドバイスさせていただきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。さらにアルペンアウトドアーズマウンテンズではインスタグラムの解説もしております。ぜひ検索してフォローの方もよろしくお願いいたします。アルペンマウンテンズ石田店岡野でした。それではまた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。